ブリブリのまま幕を開けるフェイス、そんな気持ちがないよ、これがイエローベックス。肌と名は消え、好きな色緑、赤い目のまま夢を青写真に描く。令和2007ディンディンドン、衝撃的だった名古屋のヒップホップ、駅にモサドフォビア DJ 寮、肩並べてという思いでインフム教こう最初にラッパーって区切られたくないっていうか、俺はまずヒップホップって区切られてからのラッパーだと思うんですよ。カルチャーとコミュニティ、元はといえばそういうアメリカのフットみたいな仲間たちがいてみたいな、そういうのにやっぱ憧れて、どんな形にしてもそれが形になるっていうか、どんなことをしてもそれがなんかこう独自のものになるから、そこがすごい好きっすね。なんか正解がないし間違いもないから、そこがすごい好きっす。難しいんだけれど、それがエリアごとに音が違うとか、エリアごとにスタイルが違うとか、そういうのめっちゃかっこいいと思う。ヒップホップって同じものがサイクルで回ってきたり、そういうのもあるけれども、とにかくやっぱ進化していくもん。ストレートなのがいいっすよね。ひねくれ者とかにちゃんと効く薬みたいな。歴史じゃないですか、もうなんかあそこまで行ったら。そういうのが欲しいって感じですよ。ヒップホップが完全にロックと同じ立ち位置まで来たと。昔僕たちが待ち望んでたような景色は見えていると思うんですよ。学理を超えたところにあるかっこよさみたいなものをやっぱ感じちゃったよ、もう10代で。いろんな音楽を一気にまとめることも許される唯一のジャンルなんですね。それが今ヒップホップに起きてることだと。最初はやっぱ AK で入って名古屋がって知ってて、そっから海外に聞いたんですかね。 TI 最初に聞きました。趣味程度でこうノートの片隅になんかちょこちょこは書いてたんですけど、とにかくラッパーってものをやりたかったことも分かんないですけど、そんな人前で歌ったりするのとかあんま得意じゃなかったんで、だから想像ついてなかったですよね。まさか自分がこんなことするっては。でもあんま覚えてないんですけど、多分中2ぐらい、中1とか中2ぐらいで、高校入った1個上とか2個上の先輩とかの話を聞くじゃないですか。でなんかラップやってるらしいよみたいな話を聞くんで、あできるんよ、てかおるんよやっとるやつ、この人みたいな。で高校入ってそこめちゃめちゃいたんですよ、やってる人が2個上にも1個上にも。でそこに入って、でそういう人たちと遊ぶようになってみたいな感じです。で元々自分の姉貴の後輩みたいな感じで、バックスがで高校入る時に姉貴に、あんたあれに挨拶しときないよみたいな言われて、まず最初に挨拶しに行ったのが出会いですね。うわ、それ別にやっぱり不良とかそんなんじゃないんですけど、ただヒップホップですね。もうヒップホップの人っていうイメージ。ね、地元ほんまジャパレゲしかいなかったんですよその時。みんなレゲエやから、なんかヒップホップ聴いてる子おらんかなとか思ってたら、その BK っていうやつがおるって言われて、そいつがなんかビートボックス目の前でし始めたと思って、ジェイク一緒にラップせえへんみたいな言われて、やったからにはなんかちょっとちゃんとした歌一個ぐらいは撮ってみたいなと思って、別の地元の友達ドラジーってやつおったんですけど、そいつが自分レコーディング行くから暇やったら遊びに行かんみたいな感じで言われて、ついて行って、なんか時間余ったからジェイクなんか1曲レックするみたいに言われて、あするって言ってレコーディングして、でそこのエンジニアさんが次いつ来ますかって聞かれて、来ていいんすかってで、まあ、ラップもちょっとやってたし趣味で、だからラップやろうかなってなって、で名前考えた時になんか自分なんだろうな、なんかその頃からずっとその二人目のお父さんのことがちょっと忘れられてなくて、自分的に。で結局二人目のお父さんはオレゴン州に地元があるんですけど、そっちの方に逃げちゃって、それで今も何してるか分かんないんですけど、そいつがレックスっていう名前で、
そこから撮って使ってるっす。なんかそれで自分がちょっとでもなんか活動してなんか気づいてくれたらいいなっていうかっていう意味もあるし、まあ、嫌いだなって思う意味もあるし、一人目のお父さんがあんまいなかったから、その父親っていう存在あんま知れてなくて、でなんか二人目のお父さんは結構父親をやってくれたんですよ、自分に対して。だからすごい思い入れはあるし、でもなんかすごい小さいことなんですよ。なんかこういう道とかをアイス食って歩いたとかそういうことなんですけど、全然覚えてるっす。スーパーカップの抹茶買ってもらったの覚えてるっす。うん、親父はなんか酒持ってたっすけど、そう。最後ぶっちゃけ純粋にめっちゃ買えなかったんですよ。めっちゃ買えなくてやばいと、金もちょっと借りて借りるようになったし、まあ、これやばいと思って、ラップはもちろん頑張りたいのはずっとあるんで、それたまたまポンって出てきたんで、あれみたいな。やっぱね、一番の印象がね、ラップスターを優勝する前にお前頑張れよってクラブで会った時に言って、お前絶対取れよって言った時に、いや本当マジで取ったらりょうさんとこ行ってビート買いに来るんでって言ったことがやっぱりすごい自分の中で強くて、でちゃんと来たから、その時勝てると思ってなかったですね。まあ、でもなんか勝つと勝って、もうここまで来たら勝ったろうと思ったんですけど、でもそう勝ったと思ったのは決勝を自分で歌い切ってからですかね。その前日までは行ってたんですけど、その日勝ってから進み行ってないです。音楽で飯食えるんです。韓国おるときに、あのヒップホップのポータルサイトみたいなのにジャパニーズヒップホップの、 あの枠があって、そこでジブさんとかマッチョさん、あのオジロとか、そこからローリンゼ・ロヨンゴを見てかっこいいと思って、なんかイメージではあったんですよ、日本のラッパーみたいな、こういうのみたいな、テレビで見たりとか日本住んでる時あったんで、でもイメージだけでどういう歌があるとかわからなくて、で僕バイリンガルのラッパーであったらニップスさんが一番やばいって思ってる。ネイティブやし、あの人ニューヨーク住んどったんですよね、ネイティブやし普通に日本語でラップするし、でも混ぜてやるじゃないですか、それあの人めっちゃ完璧なんですよ、ほんまに。あの人間発電所でしたっけ、あれとかめっちゃやばいなみたいな、外人、ほんまに外人のラップを日本語ちょっと入れたみたいな。僕らの世代は逆輸入的にブッダグランドとキングギドラが入ってきたと思って、一気にバーンってこう、おやと。だからあれ、あの2組の逆輸入がなかったらもう全然もう3品キャンプできてないと思うし、うん、あれがあったことによってそのシーンが盛り上がったのね。やっぱ衝撃、僕やっぱ世代違うけどやっぱ衝撃すごかった。めちゃくちゃかっこいいな。あ、やっぱめちゃくちゃ食らってたんで、ほんとここの東海のヒップホップ食らってなかったらマジヒップホップ本当に好きか好きじゃないか分かんないんで、いやめっちゃかっこいいっすよね。やっぱ今でもあの時の曲聴いても PV とか見てもかっこいいなと思うし、なんか嬉しいっていうか、なんか俺は他の地方のその OG よりもかっこいいと思うっす、名古屋の OG が。なんか名古屋の人って多分名古屋魂っていうのか、多分地元魂がやっぱ強くて、舐められたらいかんみたいな。東京の人たちがゲストで来たりしても前座の名古屋の人たちが持ってっちゃうみたいな、だからそのぐらい多分みんなが気合入っとったんだと思う。敵というかもう本当に名古屋が一番っていうカルチャーだったね、うん、でトコナもなんかやっぱ当時あのいいなと思ってたのは、まあ彼はもう普段からずっと名古屋に住んでいて、東京に出てくる時は契約金で買ったハマーでこっちまで乗りつける、まああの感じがやっぱいいなと思ってたし、いやなんかほんと色があるっすよね、人もうみんな色があって、でやっぱなんかヒップホップなんすよね、なんかちゃんとヒップホップしてるっていう、なよなよもしてないし、かっこいいヒップホップしてるなと思います名古屋の音楽。
藤田です。どうも。すいません、30分遅れちゃったっす。いいっすね、これでちょっとお願いします。ちょっとガッチガチですけど、家に入ってるんですけど、それが最初で、でもなんか友達がなんか最近なんか掘るの始めてみたいな、だからちょっと家でやってあげるよみたいな感じで最初やってもらったっすね。やべえ、明日入れんのに決まってねえやつ。友達から送られてきた写真そのまま入れたっす。ちょっと行かれてるっすけど、これ一番最初っすね。やべえ、明日入れんのに考えてないよ。このマーク、リルピープが同じ位置に多分1個入ってて、それで入れたっすね。そう、結構ギフトいっぱい出しちゃって、あんま自分でも気づいた時には入ってたの。確かに首とかね、そう、ちょっと入れたいので埋まっていく体がみたいな。これなんか、ことわざがあって、なんか蝶々潰した次の日に火山が起きるっていうことわざなんですけど、蝶々を潰してそのまま火山が起きるんじゃなくて、そのなんか蝶々を潰したことによって、こう運命のこの、なんつうんだろう、糸みたいのがこう枝分かれして、こう結局でそれで火山が噴火してしまうっていうことわざなんですけど、そのことわざがめちゃめちゃ好きだったりとか、あとバタフライエフェクトっていう映画とかも好きで、そういうのから結構影響を受けてるっすね、こいつ。なんかこれから先の未来、こう自分で決めていきたいな、自分で切り開いていきたいなって思ったから蝶々にしたす。首にした理由は、まあ、それを人生のモットーにしたかったし、私こう、なんだろう、日本だとそういうのでこう偏見を持つ人だと思うけど、なんかそういう、なんだろう、形からこう偏見を持たれちゃう人と自分別に喋る必要もないなっていうか、もうそういう人とはいいかなっていう感じだったし、それで首に入れます。あんまタトゥーでなんかこう深く考えたことなくて、そう、でも考えた方がいいんでしょう。あんま考えなくて入れちゃうす。一生残るもんよりかはなんか、そう、一生残るもんっていうのがこう一生考えてもなんか見つかんないような気がして、あんま考えてない感じです。自分が何か入れたいと思った時に入れられるの幸せかなと思います。で、俺の子、あの二個下のラッパーのやつがいて、そいつの父ちゃんがバンドやってて、でそこのスペースがもともとあって汚かったんですけど、ここなんか溜まり場みたい な, なんかこういう場所探してたんで、ここちょっと使おうみたいな。19とかなんで楽しくないじゃないですか、多分家で高いもの暇やし、なんか作るの好きやし、そういうこうやりながら終わって結構3時ぐらいまでこれみんなで追って帰るみたいな。基本的にメインはあの汁ですね、汁ってます。ここで仕事終わってここ来てなんか作業してるみたいな。全然ここで生まれた曲もあるし。ギャス君、ケイサイドマフィア来ました。俺が初めてやったイベントのチケット。それがあるのやばいよ、これ伝説。高山の人たちが田舎なんですけど、しっかり音楽やってて、ちゃんとかっこいい弾くことしてる人もいたし、それが自分のあれになってるんですかね、ルーツじゃないですけど、それがあるから、なんかそこで学んで、そこでしか学んでないですよ多分。なんか日本って地元の友達とかそういうのを大切にするじゃないですか。韓国も大切にはするんですけど、まだなんかこう俺の地元どこどこやみたいな、そういうプライドみたいなのはないですね、あんまりない。
日本のヒップホップってなんかそういうのあるじゃないですか、地元の仲間たちと子供頃から一緒でみたいな、いやそういうのがあんま僕の周り少なかったと思う。子供の頃は自分韓国人とか分かんないんですよ。親がおかんがただ単に外国人っていうのを分かってて、日本語が下手くそっつってこっち日本ってやっぱ行くの区内でおったら別に大丈夫なんですけど、行くの区の外出ちゃうとほぼもういないんで、大日のいたとしても言わない人らの方が多かったんで、子供にも教えへんから子供も自分のこと日本人と思ってる、名字も日本語、日本の名字だし、だからまあ僕公園で遊んでたらやっぱりおかんがもうそろそろ帰ってきようみたいな感じで言いに来たりとかするじゃないですか、子供の頃やし。その時来たらおかん、まあ、日本語が下手くそじゃないですか、片言の日本語で帰っておいでみたいに言うから、まあ、それ見てみんながお前のおかん中国人やとか韓国人やとか、そういうのから始まるですね。最初はいじりみたいな感じからもエスカレートしていってみたいな感じですね。韓国では逆に韓国では日本から来たって言ったら、あもうお前ちょっぱりなんやみたいな、お前らちょっぱりが俺らのじいちゃんとかに何したか分かってるみたいな、そんな風に言ってくるんですよ韓国行ったら。でも子供の頃は何もできないじゃないですか、喧嘩するってなっても1対1じゃないんで、相手も何人でかかってくるんで、ほんまに韓国人潰せみたいなくらいの勢いで、だからもう僕はやり返しもしないみたいな、でももう悔しくて帰ったら泣いてるみたいな感じだったんですよ。ちょっと待って、Hold up, stop it、お前無理、友達仕込む武器 Lock the loaded、 やかましいサーレン、今夜も眠れない、黙れ、お前の話聞くだけでめまい、ほっとけなデイビー、イマジな話準備できて、俺のエネミー Fuck the media、 あんま見ないテレビ、 Fuck it, fuck him up、 お前全然知らない、 Fuck it, fuck him up、 全然信用しない、 Fuck it、先に行った友達、ハマキ、ほぐし綱に太巻き、聞かない、お前の前に聞かない、誰よお前、お前全然知らない。僕ほんまに個人的な意見ですけど、日本の最近の若いコーラのラップ聞くと日本語に聞こえない、外国語に寄せようとしてるから、だから余計変に聞こえたりとかするんですよね。普段喋ってるような日本語で歌いたいじゃないですか。そう、コウ君がめっちゃうまいです。だからほんまにスラッと綺麗にやってるっていうか、エアフォースワンでもほんまにそのままやってるじゃないですか。あれでいいんですよ、あれでいいんですよ、ほんまに。また汚しまくるシューレース外すエアフォースワン。最初はちょっと思ったんですよ、こんなんでいけんのみたいな。でもなんか聞いてみたらめちゃくちゃ簡単なことやけどすごい深い意味みたいな、ブルーハーツみたいなを感じて。ヒップホップ周りのやつが90年代初頭なんか J-POP なんかクソだみたいな思ってたけど、俺も思ってたし、ちょっと待てよ、 J-POP の歌詞やばいぞみたいな、深いぞ結構みたいな、俺らインフンでたら OK みたいに思ってたけど、もうね、仲間内に通じる話でいいんだよ、そんだけでいいんだよみたいに思ってたけど、やっぱ日本の歌謡曲の歴史を背負って磨かれてきたロックミュージシャンやポップスの人たちの言葉ってすげえぞって。なんかこうボーンズの歌とか聞いてて、スーサイドボーイとかそれこそなんかこう共感できちゃうっていうか、そう、自分はもう惨めでみたいな、もう死にたくてみたいな、そういう内容の歌とかもいっぱいあって、ほんまそうやなみたいな、なんかもう自分に自信がすごいあんまなくて、俺かっこいいやろとかなんかあんまりうまく言えないんですよ。かっこつけるのもすごい下手くそやから、つけようとしたらめっちゃダサくなるみたいな感じやから。今のヒップホップ、よくメンヘララップとか言われるものもいっぱいあるじゃない、例えば自殺願望のあるような子だったりとかっていうまでヒップホップを聴くようになって、これは何かというとヒップホップがもう完全にロックと同じ立ち位置まで来たと。
今までロックはマッチョなロックもあれば、すごくメンタルでそういうロックもあってっていうのがリスナーの層を、カバーしてたんだけど、今はヒップホップがその全てをカバーしなきゃいけなくなった。だからこれはもういろんな表現が出てきていいし、ヒップホップにとってはものすごく歓迎すべき、あの嬉しいことなんですよ。流れるサンドに乗せていたいこと言う、おまけに金教科書が東海の音楽なんで、だから僕ラップスタイルはマジ AK さんの曲めちゃくちゃ聴いてて似てると思うんですよ。例えば韻の踏み方とか、なんかこのフローのなんか使い方とかはちょっとやっぱ似てると思うんです。でもそれが勝手に受け継がれてるやつなんで、体で覚えて、それが東海のスタイルみたいなのかなっていうか自分でも思ってるんですけど、まあ、今っぽいんだけどラップスタイル自体は本当でもザ・ラップ、ザ・ラッパーって感じが、そういう古き良きとこも持ってるし、なんかすごい伝わりやすいし、マジでヒップホップ好きだねって感じがすごい強いね。世代がしかもここが好きですっていうのが結構このぐらい広く好きだから、どの時代も今イケてるスタイルみたいなあるじゃないですか。それを聞いて自分なりに、あ、こういうとこ、あ、こういうスタイルなんだなっていうのを解釈に自分で理解して、いいものは取り入れようと思うし、それはなんかいいわってのは別に省こうかなみたいな。イエローワックスもそうだけど、聞く人は感じる以上に口の周りの筋肉がどう使われているかとか、そういうボーカリストとしてのニュアンスとか、なんかいろいろまで分かっちゃうから、なんでこんなことが初めからできてるの？ミクスチャーしてるわけじゃなくて、意外とみんなちゃんと歴史は学んできてる子たちが残ってるし、そういう音源ってやっぱりかっこいいですよ。それがいわゆるドープかドープじゃないかのラインなんですけど、最近一番ぶっ飛ばされたのはレックスかな。あのレックスの Guess What って曲があるんだけど、なんじゃこれはと悔しいなって思うよ。あのすっげえフローとか10代にされたりすると、あのだんだん俺も変わっていくんですよ。聞き取れることがイコールかっこいいではない、かっこいいのに聞き取れるが最高だみたいな。レックス君のゲスワットは何言ってんだかさっぱりわかんねえみたいな、何度もリリック見ながら聞いたんだけど、うわーもう自由だなーっていうか、でも聞こえは超かっこいいわけ。あのそもそもいろんなフローを試すようになってきて、みんなあの全部裏声で歌ってみたり、エディットを施してみたり自分で、そう、それもやっぱりスターが今レックス。サウンドクラウドがその時一番来てて、何の曲かはもう覚えてないですけど、そうですね、視聴回数とか3回とか4回だったら覚えてですね。自分の中でもそうだし、友達とか周りでもそうだったんで、ちょっと上げてみようかなっていうか、やっぱりこう Apple Music とかだと最初ちょっと難しかったりとかしたし、こう簡単にアップできたんで自分がサンドクラブに、だからアップしたっすね。でもサンクラは本当に US とは全然違うことをやってる、オリジナルが本当にあるから、もしかしたら日本のヒップホップ、本当のヒップホップってサウンドクラウドとかに源流があるかもしれないですね。モデルとなるとすぐに仕掛けて iPhone 台湾製アメリカの友達とサーブモデル撮影しないと。そもそも今日僕のアルバムのためにトラックを渡してたんですけども、他のトラックも聴きたいってレックスから言われて、聴かせてたら、あ、これがいいって選んだのがさっき今撮ってる曲で、140、早いか、さっきのが130、そう、一番最初が130。今日の自分のなんかバイブスにちょっと合わしちゃったっす、自分がゲーム君にはすげえ申し訳ないし、ちょっとわがままで申し訳ないなってます。そうだからレックスはあれをフリースタイルで作ってる
感じですね。でもまあ1時間ぐらいでメロディーも全部決めちゃって、それに多分日頃から感じてることなんかメモしてないかもわかんないですけど、 iPhone だからリリックをはめ込んでいくっていう感じの作り方ですよね。ボイスメモはめちゃくちゃやるっすね。いいトラックでいい、なんだろう、メロディーが見つかったらそれであのボイスメモで撮っちゃうんで、そのトラックでその時使いたいなって思った時に使うって感じですね。とりあえずなんかフローを入れてるんですけど、その前に結構その歌詞っていうかその詩みたいのを書き溜めておいて、それをこうどんどんそのフローに溶かしてってって感じですね。そっからです。詩を書くのも結構好きかもしれないです。そもそもボーカルがめちゃくちゃオリジナル、声の出し方すごい気にするかもしれないです。ビブラートのかけ方とかが、意外とあれオートチューン入ってないのも多いんですよ。オートチューン入ってるように聞こえるんですけど、単純にそのボーカルスキル、歌が上手いっていうのは大前提にあると思う。圧倒的に歌が上手いからメロディーもすごい出てくるし、曲によってこのなんでそのトラックに合った発声の仕方とかは結構気にしたりするです。そうそう、聞いてる量がすごい多いし幅も広いから自然と出てくるもんだと思うんです。ドープかドープじゃないかって聞いてる量に比例すると思ってるんで、そこかな。そこが圧倒的が好きなんでしょうね、単純に。15ぐらいから遊んでるんすけど、なんかすごいなんかありそうでワクワクするんだけど、結局何もないってことに気づくんですよ。そう、なんかいつもよくしてもらってるお店入ってって感じですね。なんかダーツしたりだとか友達とか、それこそ女の子と遊んだりだとかもするし、でもここら辺の子ってすごいなんかそのロシア人の子とか、まあいろんな国の子がいるんですごい楽しいです。なんかよく行ってたミラノとかはライブとかやらせてもらってたんですけど、なんか今もうそのいろいろあって入れなくなって、やっぱ横浜にはなんか横浜のカラーがあるし、多分それってなんだろう、例えば他の県の人たちがじゃあ横浜のカラーに憧れて出そうとしても頑張っても出せないところであって、でも自分がそれをこう無意識にやってることでそれが横浜のカラーにもなってるしっていうところで、なんかこうなんだろう、もっと横浜盛り上げたいなって思うところもあります。오쉣잘있었어잘있었어요 여기오사카사는 동생인데제이안녕하세요연락할게반갑습니다연락할게네다른때다시올게요예알겠습니다아리가또약간거기네分かりやすいじゃないですか、待ち合わせ場所にして東京でいう原宿みたいな感じの、なんかそういうヒップホップの服黒人さんが売ってたりとか、まあ、そういうサブカルのお店もいっぱいあるし、カルチャーがすごい詰まってますよ、三角公園っていうか一発で一回ここでライブしたことある、なんかのイベントやったと思うんですけど、若い頃で交番向けてバー仲良く食べて、どこ行くん、あー、オッケー、さっきトライアングルでちょっと撮影してた、あ、そうなんですじゃあまたな、はい、お疲れ、はい、彼もそうですし、いっぱいいますここやっぱみんなの職場みたいなもんなんで、もうほんまにみんなこっちに来て仕事してするから、自動的にやっぱり会っちゃうってこっち来たら、みんなおもろいっすよ、なんていうんやろ、こうもちろん歌もかっこいいけど、アーティストとして人として面白い人たちが多いかな、そういうの群を抜いてこいやつらとかもおるから地方どこ全国どこでもそうやと、東京でもそういう人らおるし、
でも人数が多いかな、大阪は。やっぱちょっと変な人が恵まれてるとは思います。満足はしてない。恵まれてるとは思う。仲間には、仲間にも恵まれてるし、周りの先輩とかに、後輩にも恵まれたなとは思ってます。なんかこの街がこうさせてくれたっていうのはあるっすよね。ダーティー関西むちゃくちゃっすね。なんかの試合って思ってますね。僕お祈りしてからステージ上がります。一回、はい、しゃがんで見守っててくださいって一言だけ。毎回それは。僕はやっぱお客さんありきがいいですね。僕のライブって思うに僕一人だけじゃ無理なんで、お客さんが追ってくれてこそのあれになるから。ぶっちゃけ影響なかったんですよ、僕の方。例えばですけど、工場さんとか喋ってて、俺もやばいわってなってて、マジっすかって言ってて、俺大丈夫っすって言ったらすぐバーってなくなって、ブフフフって思って。その自粛が始まった時とかって、その俺がアルバム出すって言ったり、そのツアーの時期ってどんかぶりだったんで、その時結構食らってたんですけど、まあでもポジティブにいかなきゃしょうがないなって思ってからは、何でもポジティブに考えるようにしてるっすね。本当はやっぱり人がいてほしいっすけど、まあでもそうっすね。どっちかだったらそれは人がいる方がいいっすけど、まあでも今はしょうがないんじゃないですか、ね、やるしかないと。コロナあってもなくても、なんか面白いことしたいなっていつも思ってるので、変わんないっちゃ変わんないかもしれないです。このズームギャルズが始まったのは割とでかかったかなって。コロナじゃないと、まあ、多分こういう動き、うん、まだなかった気がするから、うん、完全に遠隔で制作した会ったことなかった子もいますね。私自身がずっと寂しかったんですよ、孤独っていうか。だから自分の島作るしかなかったっていうか。でもその島持ってる同士で手をつなぐってやり方があったんだみたいな、うん、かなり嬉しい。私も全然地元とかなくて、なんかどこで活動してたとか、なんかあんまりない、はっきりないっていう感じ。引っ越しとかも多くて、あんまり仲間みたいないなくて、でなんかもちろんラップやってる仲間とかいなかったので、なんかまあこうするより、集団でするならばこうするよりなかったかなみたいな。なんかやっぱライブしてる時が一番、なんていうの、アドレナリン出るし、一番楽しいし、上がる自分の中でガッ言ったろみたいな、そういう時間なんで、それが少ないのはきついですね。いやっすね。やっぱりヒップホップのライブって特にそのコール&レスポンスがものすごくあるものだし、我々もお客さんの反応でこっちも盛り上がって、さらにいいパフォーマンスができるっていうのがやっぱりライブの醍醐味でもあると思うんで、そこら辺がどうしても出せなかったことはちょっと寂しいなと思ったけども、多分みんなにとってのいいお手本というか、あの張り合いたくなったものが多分バッドホップの、うん、アリーナなんじゃないかなって俺は思っていて、やっぱりあれだけ騒ぎになって1億円の借金だとか、でもあれはやっぱりものすごくもうエポックメイキングなあのことだと思うし、あれみんな見てたと思うし、あ、僕たち横浜アリーナでも観客ライブやらさせていただいたんですけど、やっぱりなんかどこになんかその気持ちというかぶつけていいか分かんないんですけど、まあでもお客さんちゃんと見てくれてるんだなっていうのをなんか感じつつ、まあ全力でやらさせてもらいました。48時間、まあ2日間しか時間がなくて、まあ中止にすることもできたんですけど、まあ無観客でもライブをやらないっていう選択肢もあったんですけど、まあチケットを買って楽しみにしていてくれたお客さんもいるので、もちろん払い戻しという形でチケットを戻しつつ、まあ、少しでも一人でも多くの人に楽しんでもらいたいなと思って、ああいう状況だったんで、少しでもやっぱり世の中的にもすごくなんか落ち込んでたって言ったら変ですけど、まあ、すごいネガティブななんか感じになってたんで、まあ、僕たちのライブ見て少しでも盛り上げられればなと思って、なんかライブをやることを決めました。
と出そうと思ってたアルバムがあって、横浜アリーナのライブで告知をしようとしてたんですけど、そのアルバムをなんかその時に告知をとしてたものをその前に持ってきて、中止ですっていう発表と無観客でやるので、その分なんか僕たちはちょっとアルバム出そうと思ってるんでっていうことで、まあクラウドファンディングでアルバムを販売させてもらったりしたので、すごいなんかいろんなところでいろんな人になんか頑張ってくださいとか言ってもらったりとか、すごいそういうメッセージをいっぱいもらいました。テクノロジーはもうあるんだけれども、実際本当に必要とされないと意外とハードルを超えられない。だからこれからはまあ我々もライブその配信っていうのはこれで今このどうしようもない状況の中からいろんなものを作り出しているかもしれないけど、これがまた落ち着いた後も一つのコンテンツ、一つの手法としてあったらいいなと俺も思うし、世界基準のまんまみんなできるようになったというか、情報もみんな同じものを持ってるし、日本のシーンにだけ向けなくてもどんどんコラボとかしちゃってるじゃん、若い子たちとか。それは僕らの時代からすると本当信じられないぐらい、あっという間に20年分先取りしたみたいな。ティンバーランドの作り方を知るので精一杯だったんですよ、今。ただティンバーランドの制作風景も知れるし、カルビン・ハリスの制作風景も今知れるから、いいとこ取りができたりする。それがもうその要素がもう無数にある。簡単にこう全世界の人とつながれちゃうみたいな、すぐ連絡取れるじゃないですか、ほんまにみんなやってるから。めっちゃそれはやりやすくなったと思う。だからこそその僕がニューヨークのアーティストと歌が実現したのもそういうとこやと思うし、いわゆる音楽のジャンルの境界線がどんどん曖昧になっていったじゃないですか。どんどんこう居心地が良くなってきて、ヒップホップのカルチャーが好きになってヒップホップをやりだした人じゃないんですよ。私衝動的にラップ始めたタイプの人間なんで、やりながら徐々にカルチャー学んでいって好きになったタイプなんで、だからその辺が Z 世代とめちゃめちゃ共感するんですよ。今はもう本当に誰も知らない子が突然、その子が才能あれば自分家で作った曲をアップしていきなりバズる。だからこれはもう本当になんていうか羨ましい時代だなと思うし、昔やってた人たちのこともリスペクトも俺はしたいし、で逆にそこ絡めないと面白くないんですよね。なんか若い世代に成り立ったところで所詮見えてるっていう。昔僕たちがそれこそ三品の時代とかに、待ち望んでたような景色は見えていると思うんですよ。まあ、昨今のフリースタイルブームとかもあって、それがこうもう中学生小学生とかもこうサイファーしたりとか、ラップっていうものがもう本当にそうやって身近になったと思うし、僕らを聞いてきた世代の親御さんたちがもう子供をお産みになったりとか家族があって、でそういう影響で子供たちも聞き始めたりとか、そういった環境も昔にはなかったことだったと思うので、確実にそのね、シーンは拡大してっているなとは思ってます。ほんまにだから簡単に言うとアメリカの人にも言ったら名前あ知ってるよというぐらいにはなりたいです。今おるから普通にそういうリッチ・ブライアンとかもそうですし、海外の人たちとやりたいですね。とりあえずやってたいですね。30代ですね。なんなら30歳やったらぶっちゃけ分かんないです、ラップしてるか。なんかプロデューサーとかもやりたいですね。やれビートとかもできるのやりたいし、ね、全部やりたいです。デザインもやりたいし、あと若いうちに曲いっぱい作りたいっていうのはあるし、なんか大人になるとこう計画的に物事を進められるようになると思うから、それに向けてっていうのはちょっとあるし、ね、弾けたら
ターライフ俺もうちょっとなのに yeah, 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 yeah. あと少しだから登るまで見てて見ててアイデアが侵食する思考 yeah, yeah, yeah. ヤジとかも気にしてない yeah, yeah, yeah. 俺はまるで誰も知らない星の名前100%